放火とは、放火とは、本校では、1と2と3について説明する。放火は、室町時代から近世にかけて見られた、大道芸の一つである。放火の語はもともと前週から出た言葉で、一切を放り投げて、無我の境地に入ることを意味したが、投げ下ろす、捨て放すの原理から派生して、マリア刀などを放り投げたり、受け止めたりする。 芸能全般を表すようになったと考えられる。放火は、奈良時代に、猿楽の一部として、中国大陸から伝来した、曲芸、軽技的諸芸が、中世に入って、もっぱら放火し、放火像によって演じられるようになったものである。七十一番職人歌合わせより、放火笹竹を背負い、烏星姿で歩く、放火し室町時代中期、芸能の中心となったのは、 屋外を舞台に、雑芸を制御とする放浪の大道芸人であったが、中でも人気だったのが、放火師であった。放火師はまた、単に、放火とも言われた。放火師が行った芸には、中国からトラした鼓のような形の、空中独楽の中央のくびれ部分に紐を巻きつけて、回転させたり、空中高く飛ばしたりして、自在に使い分ける龍語やタラガ芸の、高速から転じた連比。 また、マリ、担当などを空中に投げ上げて、自在にお手玉する品玉、鉢つ玉、手まり、ローマルなどがあり、従来の猿学や田学から学び習った曲芸や、技術を専業化し、人々が行き交う大道や、死の立つ、陰心の地などでこれを演じて、人気を博した。また、小切子と称される、長さ30センチメートル、太さ1センチメートルほどの竹の棒2本を、 打ち合わせたり、表紙を取ったりして、物語歌を歌い歩き、あるいは辻に立って歌い、特に子女からの人気を集めた。法華師が人形も回したことは、伏見宮貞房親王新の日記、関門御記に、ひいなおまいすとあることからも確かめられている。法華の演者の多くは、田楽を制御とするたらが帽子がそうであったように、相対をしている者も多く、その場合は、 放火像と呼ばれた。また、絵ぼしをかぶり、笹竹に、小歌の書かれた短冊を吊り下げ、それを背負って歩く、放火師もおり、その姿は、室町時代の歌合わせ、七十一番職人歌合わせ、にも描かれている。人林君もお五い観光の想図より、放火、住吉踊り放火師は、路上で皿回しをしている。放火は、 金星に至って、俗人の手に移ったが、従来の曲芸だけではなく、マリの曲、卵の曲、おぼけの曲、うなぎの曲、枕の曲、籠抜け、皿回しなども演じた。また、放火芸と獅子舞を制御とする、伊勢大三上楽の集団が成立したのも、金星諸島である。一方で小屋掛けがなされるようになり、寄席演芸の一つとして、 大がかりな曲芸や手品も行うようになった。手品は、山芋をうなぎにする、籠より小鳥を出す、絵を鶴にするなどといったもので、元禄年間に活躍した有名な手品師、塩野長次郎も放課師の出身であった。また、京都五役所向き対外覚書という資料によれば、漢文九年、文語やダンモンという人物が、歌舞伎などの興業に対抗して、 放火モノマネーのなしろが許されている。江戸時代前期にあってはまた、当時流行の歌舞伎や人形浄瑠璃との提携も進み、その幕合いに大いに演じられた。江戸歌舞伎の座元となった、都伝来も放火師の出身であったという。原禄以降、次第に劇場からは姿を消し、大道芸に回帰していった放火は、辻放火と呼称され、身分的には、否認階級に属し、 江戸浅草の車、全七の差配に従った。明治維新以降、近代に入ると、放火の子は、文献資料からは見られなくなる。現在、放火芸は、大御神楽の中の一ジャンルとして、寄せで演じられるほか、日本各地に残る風流踊りと総称される、民族芸能の中でも演じられる。放火は、キリスト教神秘主義、特にドイツ神秘主義で用いられる概念である。 ドイツ語では、ゴラッセンハイトと表記され、キリストへの委ねとも訳される。火星を捨てて、イエスキリストにすべてを委ねしにきり、己を無となし、そのことによって、キリストの受なんと復活に預かり、間によく生きることを言う。マイスター・エックハルトにおける、中心概念であり、ヤーコプ・ベーメラに継承された。禅の用語で、放り投げる、捨て去ること。物事に執着せず、 迷いを捨て去ること、遠理解脱すること、浄土門においても自習の保護に同様に用いられている。前期義想を治むの立場においては、このような囚われの心を捨てて、ただひたすらに念仏することを進める。仏教に限らず、一般においても全てを捨て去ったり、放棄することの意に用いる。ありがとうございます。